国連総会でアメリカのバイデン大統領が演説し、ガザ地区をめぐる停戦交渉を早期に妥結するよう訴えました。 Now is the time for the parties to finalize its terms. Bring the hostages home and secure security for Israel and Gaza free of Hamas gripバイデン大統領はイスラエルとハマスの戦闘が続くガザ地区について人質も市民も地獄を味わっているとして停戦交渉の早期妥結を訴えました。さらにイスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で戦闘が激化していることについて全面戦争は誰の利益にもならないと指摘した上で情勢が悪化しているとはいえ外交的な解決はまだ可能だと緊張緩和を求めました。また国際秩序の維持のため侵略に断固として立ち向かうことの意義を強調しロシアの侵略を受けるウクライナへの支援を緩めてはならないと訴えました。